小銃近郊が停車いたします。大地行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。
車大内行きです。まもなく発車いたします。
紙かかって。発車いたします。
通りもチップにして。終点の放置です。乗り換えのご案内いたします。
関快速7行きは東海橋一番乗り場から7時4分の発車です。和歌山線高田から舞尾マンホールバス停に参ります。普通7行きは舞尾に階段またはエレベーターを乗り込んで5番乗り場へ越しの7時12分の発車です。この電車は高田行きで和歌山行きに連絡を出しております。お乗り場再車内の忘れ物内容をご注意ください。終点のお待ちです。お出口行きなりです。おはようございます。ご案内します。この電車は7時6分発、普通 JR 難波行きです。終点 JR 難波まで各駅に停まります。発車まであと4分お待ちください。女性専用車についてご案内します。電車は6両編成です。前から4両目、3号車が終日女性専用車です。車両の内側、
せに停まります。まもなく発車します。発車後列車が揺れますのでご注意ください。
Thank you.
号次は新南谷に停まります。ドアから手を離して待ちください。JR 南波行きです。次は新南谷に停まります。まもなく発車します。はしご列車が揺れますのでご注意ください。
阪神線、近鉄線、南海線、地下鉄線まで乗り換えです。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。今日も JR 西日本をご利用くださいまして、ありがとうございました。ご乗車ありがとうございます。49分発快速奈良行きです。新今宮、天王寺、旧宝寺、大津の大津から終点の奈良まで各駅に止まります。発車まで4分ほどお待ちください。
せいたしました。快速奈良行きです。次は新今宮に停まります。まもなく発車します。信号でしばらくお待ちください。しました。
新今宮です。環状線と南海線、地下鉄線、半海線は乗り換えです。お出口は左側です。新今宮を出ますと次は天王寺に停まります。快速奈良行きです。次は天王寺に停まります。まもなく発車します。次は天王寺、天王寺です。阪和線、関西空港線、紀伊国線と近鉄線、地下鉄線、半海線は乗り換えです。お出口は左側です。16番乗り場に着きます。この電車は快速奈良行きです。天王寺を出ますと次は九峰寺に停まります。この先電車が少々揺れますのでご注意ください。ありがとうございました。まもなく天王寺です。ドアから手を離して待ちください。ご乗車ありがとうございます。快速奈良行きです。九峰寺、王寺、法隆寺、大和小泉、郡山、終点奈良の順に停まります。九峰寺で普通電車柏原行きに連絡いたします。快速奈良行きです。次は九峰寺に停まります。まもなく発車します。
車は急行時で梶原行きに連絡いたします。なおこの電車の前から3両目3号車は女性専用車です。ご協力をお願いいたします。車掌松永です。終点の奈良までご案内いたします。次は急行時です。大阪東線は乗り換えです。お出口は左側です。
8時16分を迎えまして、3番乗り場からです。急行所で待つと次は王子に止まります。普通列車柏原行きは着きました。同じホームの向かい側、1番乗り場からです。ドアから手を離してお待ちください。到着の線は列車が揺れますのでご注意ください。列車が揺れますのでご注意ください。次は王子です。和歌山線、万葉まほろば線と近鉄線は乗り換えです。降り口は左側です。
ました。まもなく王子です。和歌山線、万葉、まころば線と近鉄線は乗り換えです。折れ口は左側です。万葉、まころば線経由奈良行きは8時34分。5番乗り場からです。王子から終点の奈良まで各駅に停まります。ドアから手を離して待ちください。列車が揺れますのでご注意ください。終点の奈良まで各駅に停まります。次は法隆寺です。お出口は左側です。法隆寺です。お出口は左側です。
大和小泉です。お出口は左側です。こちらは左側です。
まもなく郡山です。お出口は左側です。次は奈良終点です。大和路線加茂方面、奈良線万葉まほろば線は乗り換えです。お出口は右側です。終点です。お出口は右側です。お番乗り場に着きます。奈良線区間快速京都行きは8時45分。着きました同じホームの向かいは4番乗り場からです。大和路線加茂行きは8時50分。着きました同じホーム5番乗り場からです。万葉まほろば線天理三輪方面、桜井行きは9時5分。ホーム変わりまして1番乗り場からです。奈良駅エレベーターはホーム中ほどにあります。どうぞご利用ください。ドアから手を離してお待ちください。今日も JR 西日本をご利用くださいまして、ありがとうございました。この電車は回送車になります。お忘れ物ございませんよう、皆様お降りください。
回送車になります。皆さんお待ちください。お客さん、ありがとうございました。終点なら終点ならです。当電車回送電車となります。皆様お降りください。
皆様、終点大津駅ですよ。終点大津駅です。